小玉911月15日から1989年12月15日は、日本の教育者。学校法人病状学園創立者。静岡県田形郡中郷村出身。1911年第4高等学校卒業。1914年東京帝国大学文科大学卒業。1915年度大学大学院修了。その後、 明教中学校教諭、ついで1916年整形実務学校教諭、1917年同士児となる。1920年から1925年まで整形中学校校長を務める傍ら、1922年に病状実務学校創立に参画し、1923年通り児に就任する。1924年から翌年まで整形。 小学校校長も兼任した。1925年欧米教育視察のため、学校法人整形学園を退職し、1926年、明星実務学校校長となる。1927年財団法人明星、中学校理事長、明星中学校校長に就任する。1941年体制翼3回中央、協力会議議員に、 1943年全国私立学校恩給財団理事長となる。1947年日本私学団体総連合会副会長及び新生明星中学校校長に就任する。1948年東京都公安委員長に選出され、また学生改革により明星高等学校を開校し、同校長となる。 1949年、明星幼稚園を開園し、同園長。1950年、明星小学校を開校し、同校長。また、全国私立学校審議会連合会会長となる。1951年、学校法人明星学園理事長。文部省社会教育審議会施設委員長。1964年、明星大学を開学し、同学長。 1965年同人文学部長兼任。1968年東京都市立中学校高等学校協会会長。1973年財団法人私学研修福祉会理事長。1978年明星学園理事長。明星小学校校長。明星中学校高等学校校長。明星幼稚園園長を退任。 病状学園長に就く。1989年12月15日肝臓癌のため、東京慈恵会医科大学附属病院にて成居。1990年病状学園にて学園僧が営まれた。ありがとうございます。